火災が出たそうです。石巻はだから火の海になったってことですね。左上に、まあ、門の脇小学校という小学校がありますけれども、ここもあの黒くなっているのはそれは焼けた跡です。まあ、つまり車も流され、いろんな燃料も流されて、まあ、水に浸った多分電気系統とかがスパークをして、火の海になったという状況だったんですね。まあ、あのそこにも石巻のところ左下のところにもですね、まだ当時のこれ多分コンビニエンスストアかなんかだったと思うんですけれども、遠目から撮った写真なので枠組みがすごい歪んでるのが分かると思いますが、その枠組みも近づいてみるとその石巻の2枚目のところに、左か上ですね、今丸ちゃんの写真のことね、そうですか、その左上ですね、枠組みがそんな風に飛び出ていて、まあ、近寄るとですね今にも崩れそうな感じです。でもその状態のまままだ放置されてるんです。そんな場所がたくさんまだあります。で、もう一つすごく感じたのが、地盤がすごく沈下しているということです。石巻の写真のところにも、まあ、冠水って言って水が出ちゃってる写真が、その今の写真の右からね、冠水の写真があると思いますけれども、そんな風にですね、水が所々で、まあ、染み出しちゃってるというかいう感じなんですね。で、道路はですね、これも写真に載っけましたけど、道路面の写真が出てると思うんですけど、石巻の1枚目の方に載っけといたかな。